清水正君委員長、清水日本共産党の清水忠志でございますえ、質問に先立ち申し上げます、本法案は、提出についてもされていない5月18日の段階から理事会の協議とされました、翌19日に自民、公明、民進の3会派共同により提出され、20日には趣旨説明が強行されました。 昨日の理事懇談会では、日本共産党が徹底審議を求めたにもかかわらず、今国会で成立させることを前提とし、本日、たった1回の質疑を持って終局させ、採決をする日程まで押し切りました。人権に関わる重大問題でありながら、国民的議論も尽くさず、強引に採決するやり方は、民主主義に関わる問題であり、徹底審議を求めた我が党の主張について、 自民党の理事からも、一理も二理もある、こう言いながら、なお日程を決めてしまいました。ところが、今朝の理事懇談会で、突然、質疑を続行するとの申し出が、提出会派から正式にありました。採決しないことは当然でありますが、提出会派の思惑によって、混乱を招いた責任は極めて重いものであり、抗議したいと思います。続いて 部落差別の解消の推進に関する法律案への質問に入ります。本法案の提出が、我が党機関紙、新聞赤旗にて報道されるや否や、同和行政の終結に関わってきた我が党地方議員、元議員や関係団体から声が寄せられました。大阪府吹田市選出の元府会議員は、法案の提出に驚きと怒りを持って、かつての亡霊がよみがえったようだと述べ、 同じく大東市の元市議からは、不公正な同和行政に支出した公金の返還を求めた住民訴訟でも勝訴した。今回の法案が通ればまた、大手を振って実態のない相談業務等に、市財政が使われるのではないかと危機感を募らせ、滋賀県甲賀市の現職市会議員からは、甲賀市は同和行政と決別すべく、ブラック解放人権政策確立要求、琵琶湖南部地域実行委員会から退会した。 と、今回の議員立法は、これまでの地域の運動に逆行するものであり、確保を残すと反対しました、えー。大阪市の元市会議員からも、この軟脈な同和行政をめぐりましては、例えば、飛鳥カ会事件、あるいは、足原病院問題、等々不公正軟脈な公金支出があり、これを是正させるために、それこそ血の滲むような努力を、関係者や地方自治体が行ってきた、ぜひともこの法案について、 通さないように、大阪市の豊かな経験も生かしてほしい、こういう激励をいただいたところであります。また、全国地域人権運動総連合、略称人権連からは、埼玉県で同和行政を終了した自治体があります。このような法律ができれば終了が保護とされ、ブラック解放同盟などの要求通りに事業を復活するという混乱が生じるのではないかと、法案の制定に反対する要望書を、法務委員各委に届けているはずであります。 人権連の要請に対応したある自民党議員の秘書は同感です。なんで今更なのでしょうかと述べたといい、自民党理事の一人は理事懇談会の席で説得力ある要望書だとも述べました。改めて申し上げます。ブラック問題とは江戸時代までの古い身分制度の名残です。一部の地域が社会的差別を受けていたものであり、ブラック問題とは封建時代の悪臭であり異物です。 民権連の前身である全国ブラック解放運動連合会略称全会連は地域格差の是正、偏見の克服、住民の自立、自由な社会的交流の進展をブラック問題の四つの指標とし、社会的運動によってそれらを克服することが大切だとしてきました。いつの時代にも偏見や誤解を持つ人はいます。しかしそのような言動があったとしても、そんなん口にすることと違うやろと。いつの時代の話してるんや。 周りの人たちがこうたしなめたり、批判したりして、社会として通用しなくなる状況が作り出されることが、部落問題を解決する状態であるということであります。民権連が大阪府教育委員会と次のようなやりとりが昨年出されています。生徒から、先生に対し、被差別部落は今も、今もあるのですかどこですかと聞かれたら、先生はどう答えるのか。先生はこう言いました。 生徒から聞かれたとしても、そんなん今、被差別部落なんてないよという言い方になると思います。どこやと聞かれたら答えないです。かつて差別されたところはあるかもしれませんけど、今はそんなことないよという言い方になります。これが今日のドア問題の到達点であり、これを解決するために努力されてきた方々の本流だと私は思うんです。ここで質問に入ります。それを解消するためにですね、政府は何をしてきたのか。 総額16兆円以上と言われる予算を当時、33年間にわたって同和立法による特別対策を行ってきました。同法律が2002年3月に終結した理由について、総務省に確認したいと思います。2001年1月26日付の総務省大臣官房地域改善対策室が発表した今後の同和行政について、その中で、 特別対策を終了し、一般対策に移行する主な三つの理由が書いています、この三つの理由について述べてください。総務省佐伯団大臣官房審議官、お答えいたします、えー、委員ご指摘の平成十三年一月の文書では、特別対策を終了して一般対策に移行する主な理由として、えー、一つとして、えー、特別対策は本来、 次元的なものであり、これまでの事業の実施によって、同和地区を取り巻く状況は大きく変化したこと、二つ目としまして、特別対策をなお続けていくことは、差別解消に必ずしも有効ではないこと、はい、三つ目としまして、人口移動が激しい状況の中で、えー、同和地区、同和関係者に対処を限定した施策を続けることは、実務上困難であることが挙げられているところでございます。 委員長、清水君今、総務省にお答えいただいた内容は、資料の1枚目にあります、ぜひご覧いただきたいと思うんですね。で1枚めくっていただいて、資料の2をご覧ください。えー、これはですね、えー、2002年3月、まさしくこの法律が終了したときに、総務省が発行した、同和行政史という本です、えー。この中にですね、 今、総務省に答えていただいた童話特別対策を終了する理由が詳しく記述されております。えー、第一の理由である童話地区を取り巻く状況の変化については、同和関係者が同和関係者以外の者と結婚するケースは大幅に増加の傾向を示しており、差別意識も確実に解消されてきたことが伺えると。第二におきましては、特別対策は差別と貧困の悪循環を 断ち切ることを目的として始められたものであるが、全国の童話地区を全て一律に定位なものとして見ていくことは、童話地区に対するマイナスのイメージを固定化することになりかねず、問題の解決に有効とは考えられないと断言しております。第三の理由についても、産業構造の変化と大規模な人口変動の状況下では、童話地区、童話関係者に対象を限定した 施策を継続することは実務上困難としているわけであります。えー、私が今読み上げました動画行政史ここであの書かれていること今読み上げたことは間違いありませんね。確認だけお願いいたします。うなずいてくれればいい。うなずいているということで、はい、結構です。この時の大臣はちなみに、えー、大阪維新の党現在。 共同代表の片山虎之助さんであることは加えておきたいと思います、えー、次の質問に移ります、えー、今年の1月の毎日フォーラム日本の選択という記事の中で、えー、こう書いてますね自民党が部落差別の法規制を検討二階総務会長呼びかけ えー、自民党の二階俊博総務会長の呼びかけを受けて、ブラック差別の法規制の検討を始めたと、ここでは報道されております。でまた、和歌山県の人権課題解決に向けた集会を東京都内で開催したことを報道しております。この法案の提出者の山口剛議員は、自身の2016年5月13日のブログの中で、このように述べておられます。 えー、2002年に同和対策事業特別法が終了した後は、同和行政の根拠法が存在しない状態が続いていました。と述べて、中略しますが、そこで今年に2016年に入り、えー、二回敏弘総務会長の強い意向を受けて、中略。この度法案をまとめるに至った。と、こうブログに書かれておられます。えー、つまりですね、 毎日フォーラムの記事や、ご自身のブログにあるように、今回の法案は二階俊博議員の意向を受けて、同和行政の根拠法を作りたいというのが動機なんでしょうか、山口議員にお尋ねいたします<上>お答えします。 清水に言われたようなこの経緯、それはともかく今回2002年に同和対策事業の特別措置法が執行して、それは生活環境の改善だったと思うんです、で生活環境の改善については、ある程度の改善が見られたということで、一応の区切りをつけたと、しかし、いろんな実態はまだあるわけですね、でブラック差別という言葉を聞けば、みんな誰でも分かってます、政治家であればみんな分かってます。 まあその意味で、なんとかそれを解決したいという強い願いは、二階会長提出者の一人ですけれども、二階会長のみならず、すべての日本の政治家がそれを共有していると私は信じています。まあ、その意味で、これはある個人の願いではなくて、やはり日本の政治家が、すべての人がそ,のそれぞれの可能性を最大限引き出せるようにという願いの中で、この法案を私は作らせていただいた一人です。 で今あの、その経緯のこともありましたけれども、この生活環境の改善ともに、法規制うんぬんという言葉もありましたで、これは法規制を目指すものではありません、でその意味では、メディアの書き方が少し不正確かなと思います、で今回は理念法ということで、特にその強制力を持った法規制とかいうことがないように心がけたつもりです清水君。今言われましたけれども。う まあ政治家であれば、誰でもブラック差別はだめだというふうにおっしゃられました、誰でもイメージできるだろうと、まあ、仮にまあそうであったとしてもです、ね、法律ができれば、この法律について守らなければならなくなるのは国民ですから、やはり国民がです、ね、どういう法律が作られようとしているのかという議論なしにです、ね、やはりの立法化を進めるというやり方はどうなのかというふうに思うんですね。まあ、いずれにしても 毎日フォーラムの記事や、あるいはあ提出者の山口議員のブログを読ませていただくと、特定の議員を中心に、まあ、活発に活動を行い、立法化を進めてきたことがうかがい、同話行政の根拠法を制定しようとしていたといえる、まあ、理念法とおっしゃいましたが、まあ、条文の中には今、触れませんが、国や地方自治体の責務や努力規定というものが含まれておりますので、 決して一概にそう言えるものではないということは付け加えておきたいと思います。え続いてですね、法務省と総務省にお伺いします、えー。本法案の名称や条文にはですね、部落差別との用語が用いられております。今、提出者の山口議員からもありました。法務省及び総務省に伺うんですが、これまで部落差別という用語を使ったり、 部落差別を定義したりした法律は存在しましたか、えー、法務省はぜひ、森山副大臣に答えていただきたいと思います、その後、総務省に同じ答弁をお願いしたいと思います。森山副大臣、えー。法務省所管の今、現在ある法律におきまして、ブラック差別という用語を用いたり、ブラック差別を定義したものはございません。 佐木審議官答えいたします、はいえー、現在、総務省では関係する事務を所掌しておりませんことから、ブラック差別に関してお答えする立場にはないと考えておりますけれども、えーまあ、現在、総務省が所管する法律や過去の同和関係の特別訴訟におきましても、ブラック差別という用語を使用したり、 定義ししてていいるものはないと承知しております委員長部落差別という用語を用いた法律はないということであります。今、総務省の方からです、ねまあ、答える部局が今ないというふうにおっしゃられましたが、これが今、この問題の到達点を表しているんじゃないでしょうかね、えー、法務省人権局は、提出者、今回の提出会派の提出者にからです、ね、この法案の中にある部落差別の定義について、 明確な説明を受けていたんでしょうか、これも森山副大臣にお答えいただけますでしょうか。森山副大臣、えー、本法案におきまして、ブラック差別という用語が用いられておりますが、その定義規定は置かれておりません。えー、またあ私ども人権擁護局の担当者からは 本法案におけるブラック差別という用語のより具体的な定義に関しまして、えー、特段のことは承知しておりませんという報告を受けております。なお、法務省の人権擁護機関におきましては、人権啓発活動、調査、救済活動において、同和問題という用語を用いておりまして、この同和問題という言葉は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別によりまして、日本国民の一部の人々が長い間、 経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、日常生活の上で差別を受けるなどして、我が国に固有の人権問題を指して用いられていると承知しております。えー、私どもの、まあ、担当者からは、えー、本法案におけるブラック差別という用語は、同和問題に関する差別を念頭に置いているものと理解できると、まあ、そういう旨の報告を受けているところでございます。清水君 今、法務省の同和問題に対する定義についてどう考えるのかということを、ルール述べられたと思うんですけれどもね、私、はとんでもないと思うんですねあの、ブラック差別という言葉を使った法律はない、皆さんにもぜひこれ、押さえていただきたいんですねで、答える部局もない、総務省においては、本来ならば。で、政府はですね、ブラック差別この法案に対するブラック差別の定義に関して、説明は受けていない。 というこななんです、ね、内々尽くしなんででですすねそれで私、改めて提出者の方にお伺いさせていただきたいと思います、この法律案の第1条には、こうあります、この法律は、現在もなお、ブラック差別が存在するとともにというところから始まるんですね、えー、ここでいうブラック差別の定義についてお答えいただけますでしょうか。 山口剛君。法律上の定義を置かずとも、このブラック差別の意味というのは、極めて明快であるというふうに思っております。まあ、一般的にはもちろんそのものがブラックの出身であることを理由にした差別というふうに返されるでしょうけれども、この同和の話と、それからブラック差別の話というのは、少しあの経緯があると思うんです。まずあのドア対策特別措置法でもって いろんなブラックが今までその社会的な身分を縫んであ,りましたあったわけですね、でそれについて、この特別措置法の,その適用になりたいブラックは手を挙げてくださいと、手を挙げたところが、この童話対策の,そのいわゆる対象地域になったわけです、まあ、その意味では、まあ、言葉の童話という言い方でもって、そのいわゆるブラック差別を少しマイルドにという意向もあったかもしれません、しかしそこには敬意的なものがあったわけなんで、私たちは今回は、 ブラック差別というものを現実を直視すると、そしてその直視する中で、まだ今、生活環境の改善はとりあえずの区切りはついたろうけれども、結婚、あるいは就職について、いろいろのいわゆる人権侵害を被っておられる、あるいは落書きをされ、あるいはインターネットの書き込みをされ、そういう実態がある中で、 私たちはそれを何とか解決に持っていきたいと、あるいは解消に持っていきたいというふうに願った次第です、先ほど、まあ、突然という話もあったと思いますけれども、これは相当長い歴史で皆さん、この我々の先輩も含めて議論されてきたと思います、で2002年の法律が執行されて以降、あれは2002年にすぐ、あのときは人権擁護法案という名前で法案が提出され、 そして、それは1年約1年余りだったと思いますけれども、十分国会で議論され、しかし衆議院解散に伴って廃案となりました、それからその後今度は2012年の11月に、当時の民主党政権でもっても、今度は人権擁護、失礼、人権委員会設置法案という名前で法案が提出され、 それも解散によって廃案となりましたけれども、国会においても今までいろいろ議論を積み重ねてきた経緯があると承知しています。そして各党においても、それは自民党のみならず、あるいは当時の民主党のみならず、各党においてもこの問題については、かなり深い今までの議論。 そしてまたたお互いのの意見交換の場があったように承知していますらさらに各それぞれの人々の政治家の皆さんの地域において実際に肌で感じる実態もあろうかと思います、まあ、その意味で今回はこのブラック差別という現実を直視してそしてなおそこに残る実態について何とかこれをなくしたいねという理念を法律の形で整えさせていただいたと、まあ、そこに尽きると思っています。委員長 清水君私はね、とんでもないことだと思いますよ、ブラック差別の定義を置かずとも明確だというふうにおっしゃられました、あの公明党の提出者の枝康之議員に、同じことを聞きたいんですが、定義を置かずとも、この法案における定義を置かずとも、この法案に関するブラック差別の定義というのは明確だと、同様の考えですか。提出者いい枝康之君 えあのお答えをいたしますあのブラック差別とは何であるかについてはです、ね、先ほど山口委員の方からも申されましたとおりです、ね、われ我々はあのその理解されると、その法律上の定義を置かずともです、ね、理解できるというのは、多くの国民の皆様がこの実感なされていることであろうかと思っております。 ですからその定義はないけれども、そのブラック差別ということについてです、ね、やはりその差別そのものの解消を推進していくということが、またそのことでブラック差別のない社会を実現することを この法案は目的としておりますので、こういう趣旨から、この同和問題ではなくて、ブラック差別という用語を用いて、この立法化しているところでございますちょっと私も全然理解できませんね、私、何のために法務省や総務省に、ブラック差別を用いた法律や定義はあるかというふうに確認したんでしょうか。今までそんな法律や定義はないということなんですよ。法律を作る以上ですねブラック差別の定義が どういうものなのか、これを明確にせずにです、ね、この法律を国民に対して課していく、こんな乱暴なやり方、あ,のあるんでしょうか、これ、あの提出者がです、ね、9名ですね、賛成者39名、それぞれの概念でそれぞれの定義を持っておられるということでしょうか、法律で定義づけるのが当たり前の話ありませんか、私、あの資料のですね、皆さんに見ていただきたいんですが、資料の3枚目。 3枚目、これはの、本法外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関,立関する法律、いわゆるヘイトスピーチ法案ですえ。ここでは定義としてですね、第2条に、この法律において、本法外出身者に対する不当な差別的言動とはと書きです、ね、定義をしっかりと定めてるんですよ。本法外出身者とは誰のことかと。 不当な差別的言動とは何を指すのか、それこそですね、参議院の法務委員会においては、もうかんかんがくがくこの定義について議論したわけじゃないですか。ヤンキー号ホームというのがヘイトに当たるのかどうかということを含めてですね、答弁者の方々も、発議者っていうんですか、参議院は。真摯に答え取られましたよ。今回、初めて突如として使われる文言、森山副大臣もですね、童話問題に対する、 法務省の認識に、人権予告の認識は語られましたが、ブラック差別ということについての定義を持ってないんですよ。そのことの定義さえ置かず、目的や理念はある,あるかもしれないけど、定義なしにですね、この法律を国民に課すなんていうのは、私はね、とんでもないというふうに思いますよ。それでもう一度、エラー議員に私聞きたいんですけれども、このヘイトスピーチ法案、 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、この定義を、この定義を大事にして、これを提出し、賛成されたんじゃありませんか、そういう意味では法律の定義というのは、何よりも大事だと思うんですが、枝議員、もう一度お答えいただけますでしょうか。枝康彦君。 この定義については先ほどからも申しますように、その定義を置かずともこれは一般的に国民が理解しているこのものだと思っております。で、この法案ではですね、その定義は置きませんけれども一般的にはその お方がブラックの出身であることを理由として差別を受けるということがと考えております。でこの ブラックという言葉の定義につきましてはです、ね、一般的にはこの身分的、社会的に強い差別待遇を受けてきた方々が集団的に住む地域とも解されているところでもあろうかと思っております、まあ、したがって、この法案が先ほどから申しますように、このブラック差別はこの許されないものである。 いうこの基本にのっとって、その差別そのものを解消を目指してです、ね、このブラック差別のない社会を実現する、これが目的でございますので、そのようなこの意図から、このブラック差別という単語を用いているものでございまして、ご理解をいただきたいと思っております。清水君 全く理解できませんね一般的にブラック差別が国民の中に定義として浸透しているみたいな発言されましたが、じゃあ、森山副大臣にお伺いしますが、人権擁護局やです、ね、法務省の調査でですよ、国民100%がこのブラック差別について知ってますか、理解してますか。森山副大臣、えー。私どもの方では、そのような調査は行っておりません。清水君 人権擁護局。いわゆるあのブラック差別ということについてはやっていないということですよねで、同和問題についてもやっておられると思うんですけれども、いずれにしましてもね、あの児童・生徒に対するアンケートも含めて差別もあの、ブラック差別を知らない、同和問題知らない、こう答える生徒いるんですよ。それを、ね、一般的にに、ね、国民の中に、ね あの統一した定義もないのに、これを理解していただきたいというのは、私はもうとんでもないと思います。もう一回の提出者の皆さんにお伺いします。この法律に定義されている、今回のね、皆さんが出された、皆さんが出された、ブラック差別の解消の推進に関する法律案でいうところの、ね、ここに現在もなおブラック差別が存在するとこう書いてるんだから、ここでいう存在するブラック差別というものは、誰が、 誰に対してどのような行為を行い、その結果、誰が誰に対して何を認定するものなのか、法文上、定義、どうなされているか、誰でもいいから答えてください。山口君まあ先ほど、まあ、定義の話ですけれども、まあ、この法案では今回、理念法ということにとどめました、したがって財政の援助。 あるいはこの処罰というものは一切外していますで、その意味でこれまでの,この人権擁護法案のときの人権委員会、あるいは人権委員会設置法のときの,の人権委員会とは全く様子を異にするわけですね、したがってその定義というものはその例えば財政的に、どの地域にその特別措置法としてカバーするのか、あるいはその処罰としてどういうものをするのかということからは、はむしろ このかえってこの法案が差別を助長することがないようにという趣旨で、この法案の立てつけを考えました。でこのの法案の中で このブラック差別ということに対してこの考えるときに、いわゆる心理的な差別が今残っているわけですね。で、我々が今、念頭に置いているのは心理的な差別ですで。心理的な差別というのは、例えばインターネットにも現れてくるように地域に限定されません。あるいはこれから新しい形で出てくるように私には見受けられます。でそういう意味では、この得体の知れない部分があるわけですね。でそのことをあえて 定義という格好で限定するということは、この心理的な側面を持った今の差別に対して、果たして適切なのかどうかというところから、私はむしろ、この一般的にブラックの出身者であることをもって、この差別されるという、まあ、そういう一般的な理解でもって、よしとするというふうに考えた次第です委員長、一般的な理解では困ると思うんです、法律ですから、それでね、今、山口あの議員は、あの理念だからあの定義がなくてもいいようなことをおっしゃいましたが、 このヘイトスピーチ法案、理念法でしょ罰則規定ありませんよねちゃんと定義してるじゃないですか、ヘイトスピーチとは何かということを。<coughs> 理念法であろうが、そうでなかろうがですね、あるいはその物理的な差別であろうが、心理的な差別であろうがですね、その定義が定まらない以上、法律として機能しないんじゃないですか委員長いや、まだ、まだいいです、まだいいです。でね、この質疑を通じて、私何がわかったかということなんですが、 結局、目的や理念は書かれています。それからね、あの財政的措置を講ずるものではないというふうにおっしゃられましたが、細かく見ていくとですね、国と地方公共団体はですね、例えば、その地域に応じた施策を講ずるよう努めるとかですね、あるいは相談体制の充実だとかですね、あるいは人権教育や啓発の推進だとかですね、さまざまこれは、すでに同和行政を集結した自治体に対しても、新たな財政支出を 求めかねない条文とも取れるんです。だからこそ、なお、なおさら、どこま、どこからどこまでが、この法律の規定なのかということは、厳密にですよ。規定するべきものであるはずなんです。で、私は、このね、結局ね、何がいい、結局ね、このもし法,法律がね、成立しますとね、定義曖昧でしょう、定義ありませんでしょう。ということは、ということは、 それこそですね、誰かが主観的に、これはブラック差別だと、主観的に判断したら、認定すれば、もう再現なくですね、この法律の乱用を生み出しかねないわけですよ。それはインターネット上の問題であろうが、あるいは、落書きであろうが、当初であろうが、発言であろうが、そうですよ。定義がないんですから、定まっていないんですから。それこそですね、今私が申し上げましたような、 同和対策事業の復活や、あるいは確認球団活動の根拠となり得るもので、それこそですね、私は政府自身が、今もブラック差別というね、定義がないと、同和行政についても総務省、2002年に特別訴訟、終わってきた。その理由についても明確です。で、これをですね、この歴史的な到達を歪め、本流からですね、同和問題の解決の本流を逆流させるような、 私はこれ、重大な局面に今、あると言わなければなりません。そしてね、あの法律はさらに深刻なんですね。第6条では何と書いているか、法律案の第6条ではですね、定義の、まあ、今、議論しました、曖昧なブラック差別の実態にかかる調査を行うものとあるんですね。これ、何をどう調査するんですか。 提出者の方にお伺いいしたんですが、はい、提出者山口剛君、まあ、調査に関しては、まあ、非常に今、少ないわけですね、例えばあの5年に一度内閣府でもって行われているこの人権に関する世論調査とか、非常に極めて限られている、その中にこの他にもいろんな差別の話があります、人権については、例えばその人種に関する話、あるいはその男女差別の話、アイヌの話、あるいは。 エイズの話、あるいはハンセン病の話、まあ、いろんなその中に同和問題という言葉で、まあ、な,なっていますけれども、まあ、非常に少ない、まあ、その手の調査も念頭に置きながら、一般的に、この一般的にどういうい例えばインターネットですねインターネットも含めてどういうことになっているのかと、と、まあ、そういう一般的なこの実態の調査ということを念頭に置いています。それからあの 先ほど来の、まあ、議論の中でヘイトスピーチとの違い、まあ、ヘイトスピーチというのは非常に新しい私は現象だと思っています、その意味でこのブラックの話とはだいぶ歴史が異なるので、まあ、その意味でやはり定義的なものも相当必要だったのではないかと思っています、まあ、それに比べてこのブラックの話というのはだいぶもう歴史がものすごく国会の中での議論でももう何十年にもわたって議論しているわけです。それからこの 特別措置法においてこの物理的なこの環境面での議論が終わったとはいえ、このいわゆる結婚、みんなあの心理的な話ですね、でその中でこの審判事例として出てきているものはありますけれども、実際には我々が普段のこの活動において、あるいは活動というのは政治活動においても実態がよく肌で分かっているように、実はもっともっと多いんじゃないのかなということはよく感じています。だけどみんな外には 言えないですねなかなかだからそういう意味で、実態についてわれわれはもっと詳しく現実を受け止める、そういう調査が必要なんじゃないかと、そういう趣旨で書いた次第です清で君。あのね、法,法務副大臣が、ブラック差別に関する調査はやってないって言っ,て言ったんですね、さっきほど。で、そこで法案には、国はブラック差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、ブラック差別の実態にかかる調査を行うものとすると。 この法律上定義されていないブラック差別というものを、どのように私はこれ、何を調査するんですかこれ結局ね、そのような、今言われたような内容については、この法律案から全く読み取れません。私ね、こんなあの定義の定まらない実態調査をやるということになると、結局何を調べることになるか。出身地、あるいは地筋、こういうものを特定していくことに、 実態調査の中で入っていく。これこそプライバシー権の侵害ですし、もともと封建時代に日本の施政下になかった北海道や沖縄、こういうところにもですね、ブラック差別の実態調査をやらなきゃならない。どんどんこれ拡大されていくことになるんじゃないですか。それで、あのー、今ね、この議論を通じて、私は、童話地区、 被差別部落という行政上の概念は、もうないと、はっきりしたと思うんです。で、一般的には、あの、定義しなくてもいいと言いますが、それこそ恣意的な乱用を引き起こしかねない、定義のない、この部落差別法案、とんでもないと言わなければなりません。で、まさしくですね、この、今回の法律ができることによって、 まあ、新たな差別を掘り起こしたり、特定の地域と住民を部落と示唆し,しうるものでありね、まさしく部落差別を固定化永久化理念法を作ること自体が、部落差別を固定化永久化するものだと言わなければなりませんが、いかがでしょうか。はい、者山口君 これ実態調査については、もちろん新たな差別を生むことが絶対にあってはならないというふうにもちろん考えています、であの清水議員のご指摘の点を踏まえて、法務省において、そういうことがないようにまあ調査が行われるべきもんだというふうに認識してます、でちなみにそのまあ法務省が人権侵犯事件調査処理規定に基づく救済手続きとして行っている調査というのは、このわれわれが6条に考えている。 調査には全く含まれまれせん、まあ、そのの意味でこの実態調査というのも,ものはもう少し理解していただければと思うんです、から今、先ほどご懸念されたような球団、これも一切ないようにということをかなりきちっと心がけて条文を作ったつもりなので、まあ、その意味ではこのその点もご懸念に当たらないのかなと、それから地域の実情に応じてとていうことを何度も何度も書かせていただきました。でそれれはあの、まあ、言ってみれば これ地域的な偏在も見られるわけなんでただ,しただし、例えばインターネットの拡散という状況が起こってくるとそれを面白半分にもてあそびつつやっている人たちが出てきているわけですねで、これは非常に心が痛みます、だからその意味で我々は現実を知った直,直視した上でこれでこれに触れる場合と全く知らないで。 これを触れる場合とでは非常に脆弱性において違いがあると思うんですだからその意味でこれ最終的にはこの部落差別がない社会を まあ想定すれば、そこにおいては、今、われわれが心配されしているようなことはないでしょう、しかし、今現実に存在するんですから、存在する以上はそれをどういうふうに解消していくか、それがわれわれのポイントだと思うんです、そういう意味では、何もしないよりは、何もしないんじゃなくて、何もしないっていうよりも根拠法としてあることが大事だと思うんです、で特にね、これは生活環境の改善と、今、心理的な側面というふうに 分かれているわけですけれども、生活環境の改善を目指したこの童話対策事業特別措置法の,あの例の3法、この3法が終わった時点で、地方公共団体の方々の中には多くの人たちが、ああ、もうこれでその相談を受けても、童話の方の相談を受けても、彼らが言うのは童話のこと、相談を受けても、もうできないんだなというふうに、まあ、ある意味で。 自分の勘違いを起こしる方は相当おられるわけですだけど、それは現実にはブラック差別の解消という観点からはおかしいと思うので、本流という言葉も言われましたけれども、本流ということで言えば、生活環境の改善というものは終わったけれども、その実際に根っこっていうものは残っているんじゃないのかなというふうに私は思ってます結局で、いろいろ言われたんですけれども、この理念法を作ることによって、ブラック差別が固定化、永久化するのではないかという、私の質問には、 答えてないいなように思いますで私ねあの、自民党の皆さんにも紹介したいと思うんですね、ここにですね、ブラック解放基本法制定要求の取り扱いについてというね、昭和61年1月27日、自由民主党政務調査会、制発1号というものを持ってきました。これはですね、自由民主党の所属衆議院議員、参議院議員各委にあの送られたものであります。こう書いてますね現在一部 民間運動団体等により、ブラック解放基本法制定に対する署名の協力要請が展開されております。ブラック差別の解消を目的とした法律を基本法として制定することは、いいですか、基本法として制定することは、その被差別対象地域及び住民を法的に固定化させるという、極めて重大な政治的、社会的結果を弱気する恐れがあり、署名要求活動には一切応じないようにと、 自民党の政調会長これ出して、政務調査会が出してるんですよ。この認識いつ変わったんですかこれこそ私は政府の同和行政を解消する運動の本流だと言わなければなりません。もう時間が来ましたので、最後に申し上げますけれども、やっぱりですね、様々な問題があれば、市民相互で解決に取り組むことのできる、そういうやっぱり時代をね、醸成,醸成していくということが一番大事だと思うんですよ。ブラック問題に対する、 非科学的な認識や偏見に基づく言動が、その地域社会で受け入れられない状況をどう作り出すかということをですね、国民市民がね、真摯に議論するということが大事であり、定義もない法律を一律に押し付けるというようなことは絶対あってはなりません。政府自身も三十三年間、一兆、十、え、六、ー、兆数千億にわたってですね、同和対策の特別法をやってきた、二千二年三月、十年前に集結したわけですよ。 集結する時もね、全国の精緻な生活実態と国民意識調査を十分に実施分析して、審議会で各会からの意見も聴取して、議論を重ねて万全を決して終了したんです。その経緯やで、ね、関係者のね、血の滲むような努力を乱暴に無視するような今回の法律は絶対に認められません。私は廃案にすることを強く求めて質問を終わります。